いどうも、ご安全に性関与接触人カジチャンネルのカジです。今回は歪みを理解しようの9回目となります。これ溶接して歪ませないとかできると題しまして、逆歪みの一つの例をご紹介します。第8回の時も逆歪みを取り上げたのですが、また違うパターンの逆歪みの解説です。厚い板だと力任せに歪み取りとかもできるんですが、薄い板ほど歪みに関しては直すのが大変だと思います。できるだけ歪ませないように溶接できれば最高ですよね。この動画を見て少しでも歪みについて理解が深まって皆さんの参考になればと思います。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価など皆さんからの反応が私のモチベーションです。質問感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速いってみよう。皆さんはまっすぐだった品物が溶接した後にこんな感じに曲がってしまったなんて経験はありますか？薄い板だったりすると叩いて歪みを直すことも躊躇しますし、困ってしまいます。歪まないように溶接できれば一番いいですよね。そこで逆歪みを使って溶接してみるというわけです。皆さんは逆歪みを取って溶接することはありますか？逆歪みについてはナンバー32の動画、歪みを理解しよう第8回でも紹介していますが、少しおさらいしておくと、逆歪みとは溶接などで歪んで変形してしまうことをあらかじめ予想して、その変形とは逆方向にあらかじめ歪ませておくことを言います。鉄、非鉄金属に溶接など熱がかかると縮みが発生して歪んでしまいますが、その歪みを元の状態に戻すのはとても大変な作業です。知識も経験も必要となり、下手に歪みを取ろうとすると悪い方向に歪んだりします。できるなら溶接しても歪みが極力ない状態で終わりたいものです。そこで逆歪みの出番となります。逆歪みといっても様々です。今回はたまたま余った長めの品物の長手を溶接する場合の逆歪みの取り方を拘束する幅を変えて逆歪みの違いを検証し、どのような考え方で逆歪みを取れば良いのか、私なりの解説をしようと思いますので最後まで視聴してくださいね。今回制作する品物はこのような形です。たまたま余っていた図のような2ミリのステンレスの板を使ってこのように組み合わせて溶接をするのですが、2種類の違う方法で逆歪みを取って溶接してみます。そこでどのような違いが出るのかを検証します。皆さんはこの品物を拘束をせずに溶接した場合はどのように歪むと思いますか？また皆さんならどのような方法で歪みのない製品を製作できるのかを想像しながら視聴してみても面白いかもしれませんね。普通に溶接して最後に叩いたりして直しますか、それとも焼いて直しますか。私なりの直し方のコツもご紹介するので参考になればと思います。まずは真ん中に板を入れて両端で拘束して逆歪みを取り溶接してみます。両端は中に銅の板を入れて潰れないようにしています。見た目でも曲がっているのが分かりますよね。ではティグ溶接していきます。
ある程度冷めてから高速を外してみます。どうなると思いますか？歪んでいますね。この方法だと高速して逆に曲がっていたにもかかわらず、溶接の熱で縮む応力が勝ってしまって歪んだと考えられます。高速した意味がありません。どうやって直そうか悩むところです。真ん中の板の厚みが足りなかったという考え方もありますが、こういった場合は真ん中に入れる板を厚くしすぎるとその部分だけ極端に曲がってしまって、高速を外した時におかしな変形になることもあります。強く逆歪みを取ると丸棒を炙って曲げる時と同じような現象が溶接時に起きる可能性もあるので、力任せな逆歪みは NG です。今度は高速する幅を短めにしてバックステップしながら溶接してみます。万力で押さえるところには先ほどと同じように銅の板を入れて潰れないようにしています。バックステップって何？っていう人はナンバー9の動画、バックステップという溶接方法の解説で紹介しています。どんな溶接方法にも応用が効き、溶接で発生する応力を分散させ歪みを抑えることができるのでおすすめです。溶接したらエアーである程度冷ましてから高速を外します。銅の板を移動させてまた高速します。溶接し冷まして高速を外します。これらを繰り返して溶接していきます。高速する段取りに手間と時間がかかっていますが、最後に歪みを取ろうと思えばもっと時間がかかると思います。逆歪みの段取りは時間の先行投資と考えてもいいかもしれません。さあどうでしょうか。先ほどよりは歪んでいない品物ができました。今回は縮む力の逃げ場所が少ないために逆歪みの効果があったようです。しかしまだ歪みにはムラがあるようなので、万力で押さえつつ修正していきたいと思います。この部分は逆歪みを取りすぎて逆に曲がっていたので修正しています。睨んでみると若干溶接で縮んで曲がっている部分があるので、もう少し修正します。この時も押さえる幅は短めにして加減しながら力を加えていきます。溶接で縮んでしまったところを伸ばすというイメージで力を加えます。万力などで力を加えると微妙な力加減ができるのでおすすめです。これでほぼまっすぐにすることができました。今回の例ではこの部分を溶接しているとはいえ、角を溶接しているので例1で分かるように、この方向とこの方向に歪んでしまっているので、このような形になっています。例2では押さえる幅が違うだけで例1と同じように逆歪みを取っています。こちら側の歪みが出にくくなるのは感覚的にわかると思いますが、こちらの方向の歪みも目立ちませんよね。なぜだと思いますか？この品物が曲がる原因はこの部分とこの部分の距離の差が影響しています。溶接して熱が加わったところは縮んでしまうので、当然長さも短くなるというわけです。この方向に曲がっていないということは、この部分とこの部分の距離の差がほとんどないということで、ほぼ縮んでいないということになります。ということはこの部分とこの部分の距離もほぼ同じだと言えますよね。なのでこういった場合、この方向の歪みが出ていないということは、この方向の歪みも出ないということが言えるのです。
これまで解説した逆歪みの取り方は、様々な場面で応用が効きます。板厚が厚い場合も、拘束の仕方は違えど同じことが言えます。逆歪みの考え方の基本は、いかに縮む部分を事前に伸ばしておくか、その効果をさまざまなシチュエーションで効率的に行うことができるのかが重要になります。私は歪みを直す作業がとても嫌いなので、溶接する前の工程に少し手間をかけがちではありますが、後で歪みを直すことがダメだということでは全くありません。その方が効率的な場合もたくさんあります。どちらにしてもこれまでの経験から一手二手先を予想して作業を進めることができれば、もし失敗したとしてもまた次に活かせるデータが取れたことに違いはありません。その経験を次につなげて少しずつ経験を積んでいけば、おのずと腕も上達して効率よく早く綺麗に良い品物が製作できるようになるはずです。失敗を恐れず、チャンスと経験に変えていきましょう。はい、どうでしたか？逆歪みにもいろいろな考え方の逆歪みがあります。ある程度基本的なところを理解することができればいいのですが、なんといっても経験するのが一番です。経験しないとね、わからないことが山のようにあります。経験は思考から、思考は行動からという言葉もあります。とにかくやってみて結果を考えて経験にしていただきたいと思います。はい、質問感想等ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ご安全に。